キャスタリンゴです。今日は何をしたかというと前に17で猫ちゃんイベントがあって、猫ちゃんワンちゃんのそのバッジをゲットしたら撮影して、あの写真集をね、1位の方にプレゼント、2位3位の方にはブロマイドプレゼントということで撮影してきたんですけど、でその帰り時間がね結構ありますので、初めてあのペイペイピックアップ使ってみました。でその私キャサリンゴが働いているあのお店のね近くに無限マーラータンっていうそのマーラータン屋さんがあるんですけど、それがペイペイピックアップ対応してたので、初めてペイペイピックアップしてみました。そしてプラスもう一つ初めてのことが、いつもね私辛いものが苦手なんでゼロ辛で食べてるんですけど、それをツイッターで書いたら、あの無限マーラータンの方が 0.5 からもできますよって書いてて、ちょっと気になってたので 0.5 からで注文してみました。果たしてこれはどうなるでしょうか。それをちょっと久しぶりに食べてるだけ動画しておかないと思いましてしました。こちらピックアップ、面白い、なんかいい、注文して何時ぐらいにできますって出てて、で完成したら完成しました、受け取れますっていうのが書いてる。すごい 0.5 ってちゃんと書いてる。うわ緊張する、食べますではこんな感じに袋に入れてくれてます。今回私がお願いした具材がホルモンと豆苗とあの板の春雨とニラ玉ですね、でお願いしていました。では 0.5 からチャレンジしてみますいざ 0.5 から実食してみたいと思います。なんでこうこちらへ見ちゃうんだろうね、カメラこっちなんですけど。スープからいくあ、お水用意しながら。辛いです、めっちゃ食べれんほど辛くはないけど、喉にきますね。お水なかったっけお水、でもなんかまだ頑張れそうな辛さって感じですね。そこの板のね、板の春雨が好き。食べると消えるのかな。ちょっと辛い、食べれるけどちょっとしぶしぶ辛いの食べる感じですね。こちらめコンソプは店のなんでついてこないです。こっちの端は無限マーラータでついてて、うん辛いけどこれぐらいでやっと食べれるって感じですね。一から厳しいかもしれない。これも私多分自分で途中は最初はゼロからで食べて、その途中ぐらいからちょっとだけ豆板醤入れて辛さ調整するんですけど、それぐらいに近いかも。それを最初からしてるぐらい。今回初めて豆苗入れました。で具材も麺を除くと3つしか入れてないので初めて、いつももっといっぱい入れるにしたら、うんだいぶなんか珍しい選び方をしました。うん慣れてきたからさ、
これぐらいならいけるかもしれない。めっちゃ豆苗。周りの木は食べ方ちなみにこれはもうすぐで私の時間帯で撮影の時間帯で言うと3時なんですが、お昼です。さっきあのクレープも食べたんですけどね。ホルモン美味しい。辛いのってこんな感じなんだ。いつもゼロ辛だから、きっと豆板醤とか入れるのとかは違う辛さなんだろうなと思います。辛いな、辛いか、やっぱりなしが一番好きですかね。にらみがいい甘みを出しております。辛い、辛いよ。 0.5 辛い、やっぱ 0.5 辛ですね。辛いですね。めっちゃめっちゃトゥルントゥルンこぼれる。おいしい。ゆで卵いつ食べていいか分かれ。いつももっと入れるからすごいちょっとさっぱりめにスープが飲める。なんか唇辛くなって痛くなってる。バービーク。板春雨美味しい。もう玄米ラタさんよくテレビにも出るからね、有名だと思いますが美味しいです。あまり並んじゃうと食べづらいから、並んでない時とかにピャって入って。スープも変えてなんか自分でもできるみたいですけど、売ってるスーパーも最初から1からぐらいらしくって、それはあまりよろしゅうない。あとちょっとしか、このいいアプリではいいアプリ、ぬるいアプリでは撮影ができない。時間が空いた日って何してか分かんないんですよね。まあ画像とか作んなきゃいけないんですけど、まだ10月のね営業日のカレンダーを作ってないんで、そういうことを変えたらしようと思います。
ないし 0.5 からいけそうだな。辛いけど辛いの最初から食べたいなって日は 0.5 からをやってみます。本当に辛いのが食べれないタイプのキャシーなので、で食べれるので、まあ辛いです、辛いですよ、辛いですけど、ちょっと辛いの私食べてる、辛いの食べてる、えらいって思いたい時はこの 0.5 からがおすすめです。まあ店内でね、自分で辛さ調整するのが一番ですけどね。今あのペイペイピックアップだとね、対象店舗だと 20% ボーナス返ってくるのでだいぶお得です。 20% オフ、これは使うしかない。まあその分普段店で使う時の値段より違った気がしましたけど、引き続き食べていきます。辛い。うん。食べました。ごちそうさまでした。ちょっと最後におこぼれ細い春雨も入ってた。じゃあぜひ皆様もペイペイピックアップ使ってみてください。無限マラタも美味しいです。ごちそうさまでした。今夜は17で、私は中間、イベントの中間です。頑張ります。ではではまた、よろしければコメントをたまに見逃してますけど、だったり高評価チャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。大阪でもカフェやってるのでぜひ遊びに来てください。それではキャサリンゴでした。またね。